人民共和国を称する、あるいは過去に称した国々人民共和国を称する、国かつて人民共和国を称した、国人民共和国とは、国語に用いる生態を表す言葉であり、主に、マルクスレーニン主義を標榜したり、ソ連型社会主義体制をしく政府によって、用いられていた、または、現在において用いられているもの。考え方としては、最終的ゴールである。 共産主義社会を目指すのが社会主義社会であり、社会主義社会の実現を目指すのが人民共和制であるとされていた。体制としては、ブルジョア民主主義国家と社会主義国家の移行期とされ、形式的には与党が共産党である議員内閣制であった。この用語を使用する動機は、マルクス・レーニュン主義者は人民一般の利益のための統治を行う。 すなわち、マルクス・レイニン主義者の共和国は、人民の共和国であるという主張にある。この用語は、18世紀から19世紀における、政治学、憲法学上の国民主権論において議論された、ナシオン主権論と、プープル主権論の二者の対立の影響が垣間見える。なお、共和国の語源は、ラテン語のレスプーブリカであり、これは、 人民のものを意味しているものであり、ある意味二重表現とも言える。以下の国は、マルクスレーニン主義のもと、かつて人民共和国を称したが、現在は消滅している。人民共和国のほかマルクスレーニン主義諸国に用いられた生体省として、民主主義共和国と社会主義共和国がある。しかしながら、民主主義や社会主義や人民政治といった生体賞は、 マルクスレーニン主義者ではなくとも用いる一般的な政治用語であり、従ってこれらを標榜しているからといって、その政府がマルクスレーニン主義の政府であることを必ずしも意味しない。現時点でマルクスレーニン主義ではないが人民共和国の省を用いている国として以下の二カ国がある。以前は大リビア,アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国もこの 半中にあったが、リビア内戦を経て2011年8月に政権が崩壊し、現在の国名はリビア国となっている。また2014年ウクライナ騒乱の最中に建国を宣言したドネツク人民共和国やルガンスク人民共和国もこの半中に含まれるが、国際社会からは独立を承認されていない。下の国はマルクスレーニン主義の以外、かつて 人民共和国を称したが、現在は消滅している。ありがとうございます。